生まれも育ちも京都のおっさんが京都をメインにたまに全国各地でうまいものを紹介する元祖京都食レポチャンネル、チャンネル登録お頼もうします。よう食べに来たけどな、最近もずっと行列だし来れてへんかって、食いたいなと思ってたら自動販売機ができてたんで。おお、濃厚醤油鶏豚骨。なんかこんなんまで、鶏肉スタミナ中華そば。あとはよそのラーメンやな。これいくか。京都へおいでやす。どうも、水田京都、あきです。はい、ということで、はい、伏見の深草の頑固麺さんの前を通ったらたまたま自動販売機がありましたので買ってきましたよ。やっと食える。もうね、頑固麺さんって言ったら、僕が YouTube 始める前にだいたい週1のペースで通ってたラーメン店で、もう今やね、もうオープン前からもう閉店まで大行列ができてるお店で、なかなか行けなかったんで、ずっと食べたいなと思ってて、はい。そしたらあったんで、買ってきたぞー！濃厚こってりラーメンです。いや、楽しみですね。久しぶりに。そしたら開けていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。そしたら、クラッとくるぜ！ゴーゴーゴートリプルゴールズゴー！よろしくお願いいたします。これ開けていくとね、入っていきますね。作り方レシピ、ね、うわ背脂、うわこれだけ背脂入ってるのか。これほんで、これこってりスープですね。ほんで麺、麺は意外にこんな細かったかな。うまそうですね。ほんでこの辛味調味料、これ以上が入ってます。濃厚醤油鶏豚骨、これがもう絶品なんですよ。あ、結構賞味期限持ちますね。8月まで持つんですね。あー、こんな感じですね。これだけのものが入ってます。あ、チャーシューも入ってますね。チャーシューどこに入ってるの。チャーシューあ、スープに入ってるやな。スープに。で、用意いただくものがこれだけってことですね。こんな感じで作ってください。一時停止で見てください。いや、そしたらお湯に20分湯煎するそうです。長いな。背脂はなんか最後5分ぐらいでいいみたいなんで、はい。いや、もうええやろ、もうええやろ。よし、いきます。濃厚鶏豚骨スープ、久しぶりやな。久しぶりの匂いやわ。よいしょよいしょ。おー、すごいな。お肉出てきた、肉出てきた。おー、2枚入ってる。これ2枚入ってたら1000円でもありやな。麺も2、3分やし、もう俺は2分ぐらいな。よっしゃ、湯切りして麺いきますぜ。麺、おらー、うわー、濃厚っすね。絡んできますね。すごいな。チャーシューは上やな。お、結構分厚いチャーシューが贅沢に入っとんな。これうまいぞ。玉ねぎ、これ入ってましたよ確か。ほんでネギっすね。ネギ、よいしょ。これは自分で用意しました。自分で切ったんでちょっと粗い目ですけど、これがうまいですね。で、最後に背脂ですね。こんなに毛脂入ってたんですね、これ。これやばいな、これ。
こんだけ油入ってるのな。店では混ざり込んでるのかな。そしたらできましたよ、ご飯。それと行列のできるラーメン店、頑固麺の、はい、自動販売機できましたよ。こんだけ背脂あったかな。これ多分中に入り込んでたんかもしれんね。スープはこんな感じでドロドロ。おお、これはうまいやろ。もうこの油はほんま三条つばめ系のこのね、大量の背脂になってますね。うわー、これはデブになれるぞ。じゃあ食らっていきましょう。レンゲも立たない。いやー、やばいな。こんなこってことやったから。すごいすごい。じゃあ、多分ね、この背脂はね、店では混ざり込んでたのね。表には浮いてなかったと思うんですけど、まあ最近行ってないんで、どう変わってるかわからないですけど。じゃあ、スープ。うまっ。これや。このこってりが、俺を虜にさせたこってりや。むちゃくちゃうまい。昔ね、僕が頑固味噌に通ってた頃、こってり言ったら天使しかなかったんですよ。それを作った頑固麺、これはすごいなと思って、もうほんまにびっくりして、それのさらにうまさが凝縮された、鶏だけじゃなく豚骨も加わった、はい、ラーメン、ほんまに思い出に残ってるラーメンです。久しぶりに食べれて感動してます。ほんなチャーシューいきます。いや、このチャーシューが2枚ついてるのはかなり贅沢ですね。自動販売機やったらチャーシュー入ってへんやつも未だにあるんで、これはかなりお値打ちです。お店のチャーシューはね、レア、レアチャーシュー、ペランとしたね。でもテイクアウトではこんなごっつい分厚いのが入ってきますね。いただきます。まっ。米いるやろ。最高。背脂だらけのスープから麺いきます。いや、こんなスープやわ。もう背脂はね、多分店ではもう一緒に混ざってますわ。はい、こんな色ですわ、光ってますわ。いや、麺は定額さんの麺ですね。絡む。こりゃ丸くなってきた顔がさらに丸くなりそうですね。あっつつ、もう油が多いんで最後まで熱い。玉ねぎとネギむちゃ合うんで、はい、これは後からトッピングしてください。背脂とかもね、もうこうしっかり、もうそこから混ぜ込むのがおすすめです。オーライドメンバーゲームじゃい。うまい。これ最高やわ。熱っ。いや、こんだけ油入ってるからうまいやろな。結構並んでる人も大きい、太ってる人多いんで、はい。でも常連さんやけど、スマートの人もいんねんの。これ不思議で、俺なんてもう水飲んでも超えるからね。うん、うまい。久しぶりやし、ほんま最高やわ。ほんまこのうまみなんだろうな。うん、これにご飯もいくからね、太るんですよ。でもうまい、合うんすよ。
いや懐かしいわ。そりゃ行列作るで、このうまいラーメンやったら。これは行列作るわ、みんなハマるわ。ほんでこれ、あの鶏豚骨に魚介入った煮ぼとり豚もあるんで、それもまたうまいね。ほんであとチンタンの醤油、あれもまたうまい。ほんであともう一個俺がおすすめするのが、あの混ぜそば、背脂醤油混ぜそばって言ってね、もう背脂系の混ぜそばでは原点ちゃうかな、頑固麺が。知らんけど、この唐辛子が独特なね味で、うまいですよこれ。なんか自家製や言うたんだけど、うまい。自家製ですねこれ。これね、ちょっとラー油が入ってるのかな、色がつくんですよ、赤にね、赤の色が。これがまたうまいですよ。うん、うん、うまい。最後はこれなんですよね、お米ライブ。もうデブの極めですよ。そりゃうまいね、あんなに油入ってたら。うん、野菜もいっぱい入れた方が最後の締め飯うまいな。うん、うん。いや今日はね、もうこれ危険なの分かってるから朝に撮影してます。朝飯です。うん、うまい。ようこんなスープ作るわ、ほんま。うまい。うん、もう最後は食べるスープですよ。いや、やばかった。いや、これ肉も入ってて、こんな本格的になったら、いっぱい1000円時代なんで、1000円出してもお値打ちですよね。いやー、かなりボリュームもありましたし、はい、今日は朝から脂肪分をたくさん体に吸収したんで、もう昼も夜も抜かんとあかんレベルのカロリーぐらいあるんかもしれんけど、もうがっつり気にせんと、はい、言ってください。ほんまにうまい。もう京都一二を争う行列のできるこってりラーメンが自動販売機で買えるようになりましたんで、いつから発売してるか知りませんけども、たまたま通ったらありましたんで買ってみました。いや皆さんぜひ買ってみてほしいと思います。むちゃくちゃ美味しかったです。ごちそうさまでした。それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ご視聴いただいている皆様、愛してます。ありがとうございました。ああ、背脂が結構効いてます。僕が通ってた頃は6、7年前やったんで、かなり若かったんですけど、それからもうだいぶ年取ってますんで、背脂が効いてます。でも美味しかったです。ごちそうさまでした。